お待たせいたしました。快速の大阪神戸方面姫路行きです。茨城、新大阪、大阪、尼崎、西宮の順に止まります。先ほど前を走ります列車高槻駅にて、ホーム上の柵の確認を行っておりましたため遅れて発車をいたしました。この列車も影響を受けまして、現在6分遅れで高槻駅を発車しております。ご迷惑をおかけいたします。なお、この先、普通電車の後をついていきますので、さらなる遅れも見込まれます。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。ご案内いたします。本日前走ります列車高槻駅にてホーム柵の確認を行いましたので発車が遅れておりました。現在前走ります列車12分遅れて運転中です。このままの遅れで行きますと茨城駅には17時頃の到着を予定しております。約10分遅れでの到着、新大阪駅には17時12分頃、大阪駅には17時17分ごろ、いずれも12分ほど遅れて到着を予定しております。到着の遅れ時刻につきましては前の列車の遅れの状況によって変わる場合がございます。あらかじめご容赦ください。現在のところ茨城駅には17時ごろ、新大阪駅には17時12分ごろ、大阪駅には17時17分ごろ到着を予定しております。到着遅れますことをお詫びいたします。
お客様に繰り返しご案内いたします。この後茨城駅より普通電車とは違う線路を運転する計画となっておりますので、先ほどご案内いたしました到着予定時間が変わる場合がございます。ご了承ください。普通電車とは別の線路を使って運転する計画を行っております。先ほどご案内いたしました時間より早くなる可能性がございますので、大阪方面ご利用のお客様は引き続きご乗車ください。お待たせいたしました。まもなく茨城です。お出口は左側です。茨城を出ますと次は新大阪に列車を止めまして大変ご迷惑をおかけしております。茨城駅より他の線路を使って列車を運転いたしますため、現在運転士が関係各所と連絡を取り合っております。列車少しお待ちください。まもなくの発車となりますので、ご利用のお客様は車内でお待ちください。お待たせいたしました。発車いたします。はい。ご注意ください。お待たせいたしました。快速の明治行きです。次は新大阪です。この後列車が揺れますのでご注意ください。
前走ります普通電車が高槻駅にてホーム速の確認をしておりますので大きく遅れておりました。この駅を受けまして茨城駅は約13分で12分遅れて運転を行っております。茨城駅より走る線路を変えまして前を普通電車を高槻駅となっております。新大阪を出ますと次は大阪に止まります。大阪東線阪神久宝寺方面は2番乗り場から新幹線地下鉄乗り換えです。約10分遅れて到着ご迷惑をおかけいたしました。